はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回もナツミンが筋トレをしますのでご覧ください。はい、それではですね、前回のこの四つん這いに乗ってキックしたことがあったんですけども、これの応用編をやりたいと思います。体勢は前と同じように肩幅に手を広げて見せてもらって、四つん這いの体勢になってもらいます。で、このようにこの間のように一度このように足を伸ばしてもらって、今度はですね、このつま先をですね、まっすぐこう伸ばしてください。この後ちょっと曲げてかかとから上へこのように伸ばしてましたけれども、今度はそのまま、あの足の方はそのまま伸ばしてもらって、足先をこう前にまっすぐ伸ばしてください。で、このまま足を全体少し前の方に伸ばしてみてください。そしてですね、ちょっときついですけれども、足を伸ばしたままこのように上下に運動したいと思います。これをですね10回やりたいと思います。こちらはですね、あの前回の運動もお尻に効きましたけど、もっと効きます、お尻に。で、あの反対側のですね、こちら側にも効くのが、痛くなるので効くのが分かると思うんですけど、両方のヒップアップに効果があると思います。それでは10回やります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 それで反対側は、はい、それであと反対側もですね、この間のこのキックの運動をした後にですね、この今度は伸ばしてもらって同じように 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 このようにやってみてください。はい、ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。